新刊、何が何でも長編小説が書きたい。大絶賛発売中、鈴木喜一郎作家日記。えっと、今日のテーマは、参考になる小説の読み方、選び方。えっと、今日は三谷和夫さんの書いた俳優の教科書という まあ、その本から参考にしていこうかな、ということです。えっ、ー、と、この三谷和夫さんの俳優の教科書、これ前もご紹介しましたし、多分これからもう、うん、ご紹介することになると思いますけれども、えー、小説の書き方は本ではなかなかやっぱ、その、満足のいくものがない。 へという感情を印象とても強く受けているので。で、まあ、要するに、脚本術だとか、まあ僕もしつこく、うん、歴史、違う、登場人物の履歴書を作りましょうっていう話は、よく自分の著書でもしてます。で、あと、 小説の書こうという人は、ストーリー作りにだけは熱心ということは結構あるんですけども、ま、実際に、その、必要なのっていうのは、それだけではない。この間、アマゾンのレビューを見たら、これ一冊で本、小説が書けますという本じゃないよねっていうことが書いてあったけど、そんなものはないよ <laughs>。えっと、系統だって、小説の基礎って何っていう、まず、 そ,のこうそれを一通り勉強すれば、まあ、誰でもそこそこのものが書けるようになるっていうそういうシステムがまだ一応未完成ではあるので、えー、とうちの講座の場合だと大体、えー、とこれとこれをとこれをやっておけばまあ要は何とか取るようになるよねまあやればねっていう話なんだけど <laughs> まあそういうものは大体い揃えてはいるんだけれどもまだやっぱり えっと、関東経験に頼っている部分があるので、何かないかなと思って探し、いろいろ当たってみ見たところです。で、この三谷和夫さんの俳優の教科書、これいい本です。えっ、ー、と、俳優の教科書、映画俳優になろうという人に向けて、えー、書かれた、えー、そういう,う入門書なんですけども、その、 おう俳優さん、俳優さんは、そ俳優というのは、そのキャラクターを作ることに特化した。映画というのは分業してますからね。で、その中に、その、俳優というのは、映画全体の中で、どのお<う>おう、俳優さんというのは、演技をして、えー そのキャラクターを演じることに集中した、うん、特化、特別に,場に化する、そういうポジションにあるんだけれども、まあ一番目立つけどね、ねえ、こう映画作りそのものは、その中の全体の、うん、俳優さんの占める位置っていうのは、ポジションっていうのは、 全体の一部ではしかないと。で、映画全、そのものは全体的にこういう流れによって作られているっていうことを、もうん、解説してある。で、映画作り、映画っていうのは、まあ、ま、あも、あの、総合芸術っていう、色合いがとても強いんですけども、まあ、あ映画の小説の書き方について、脚本、脚本術を学ぶ方って、 多いんですけども、脚本術は映画の中では極めて大きなあポジションを占めるけれども全てではない。ええー。まあ、脚本の場合だと、多くほとんど、その、かなりの割合を、その、おお俳優さんだとか、あ 俳優、いや、その他、あ俳優、それから俳優の演技だとか、あ衣装、メイク、うん、音声、えー、照明、えー、などによって、えー、作られていくのでそう、そういった全体によってにでに映画が作られているというのでね。だから、こう小説を書こうと思う人は、 この脚本術よりもむしろこちらの映画作りの総合力について、えーえー、話したこの三谷和夫の俳優の教科書っていうのが結構参考になるよねっていうのが読んでみたあ印象ですでこのままでは使えないので,でこれをやはりその 小説の書き方にアレンジする必要があるかなっていうことで、順々に今読んでるところです。で、その中で、あの、ちょっと印象に残った部分が、今回は、俳優の参考になる映画の見方っていう、そういう箇所があったもんですから、んあ、これいいよねっていう、うん、ところです。これは、若い俳優さんが、その、映画を、 映画館であんまり見てないよねって。映画、映画を見てないで映画俳優になろうよね。なりたいよねっていう若い方が多いので、まずは、その、いい映画を見よう。そして、いい、いい、いい映画を見よう。うん。うん。うん。という。 どっかで聞いたことある話っていうか、まあ、よく小説ではあるね。僕もしつこく言ってますが、ああ、小説で感動する、小説で読者を感動させるためには、自分もた小説を、で感動した経験がなきゃいけない。で、小説家になろうと思うんだったら、やっぱり小説は読まなきゃいけないよねっていう。まあ、それはまず大前提だよねっていうことです。 で、まあ、実際のところ、その、こう、まあ、圧倒的に読書量が足りないよねって思うことが非常に多いんですけども、じゃあ、ど、どこからどんな本を読んだらいいのかって、意外とその話っていうのは、その、意外とする機会がないです。えー、なぜかっていうと、こう、やっぱり、その、こう、プロの作家、 かはほとんどがその読んでないと言っても読んでないのレベルが全然違うので、ね、読んでないと言ってもねっていうようなそういう服なのでねでだからどこから読むかどんな本を読むかっていうことって意外と迷うと思います。でその参考になるかなと。 で、そこで、えー、で、この三谷和夫、も俳優の教科書にの、俳優の参考になる映画の見方っていうところに一つあったのが、一人の映画監督の作品に特化、特別に化す、化ける、だね、特化して、えー、時系列で見る。 一人の映画監督が作品、作った作品を、その作品その作られた順番にこう見直してみるっていうことをやってみたらどうかっていうことです。えー、つまりそのことによって、その作、あのうん、その映画監督さん、えー、の過去の そうだねへ。そう。自分の好きな映画監督を一切見つけ、その人の作品全てを時系列で全部見てください。監督がその時代になぜこのじ映画を作ったのか、どんな思いで作ったのか、またその作品にどんなスタッフや俳優が参加したのか、そういったことを一つ一つ 丁寧に追っていくことで時代とともに歩んできた一人の映画作家としての生き方や発信してきたメッセージが浮かび上がってきます。え監督が手がけた作品を見て彼らの世界観をつかんでおくことは重要なことです。えー、このこの箇所。 僕は今これキンデルで読んでるので、作品1がナンバーが、作品1ナンバーが1794。どのぐらいのページなのかちょっとわかんないんですけど、えっ、ー、と、この、うん、映画っていうところを小説、そして監督というところを作家に書き直すと、もう置き直すと、そのまま、そ、えっと、の、小説の読み方 になりますだから自分の好きな作家を一人見つけその人のその人の作品全てを時系列で全部読んでみましょう。うん小説家がその作家がその時代になぜこの作品を作ったのかどんな思いで書いたのかまたその作品にこれはまあどんなスタッフや俳優っていうのは小説家の場合だとねまあきっと一基本全部一人でやってしまうのでまあ、そういったことを 一つ一つ丁寧に追っていくことで時代とともに歩んできた一人の小説家としての生き方や発信してきたメッセージが浮かび上がってくるまあそれ本当にその通りですでその作家が手がけた小説を読んで小説家のその好きな作家の世界観をつかんでおくことは重要なことですで 1>, 1人の作家の作品を一通り全部読み終わったらこれ人によりますけどねあの今のエンターテインメントの作家は非常に作品が多いので、えー、と映画監督っていうのは100本を撮っている映画監督ってそんなに多くはないと思うんですけども小説家の場合だと100冊を超える人ってそんなに珍しくはないので。 ええー。せめて読み終わったら、今度は同時代に作品を、うん、取ってきた他の、さ同時代に、えー、書いてき、作品を書いた他の小説家の作品を同様に読んでみましょう。ええー、っていう。まあ、そこら辺も時代の軸にいろんなところで何かが繋がってくるっていうことなんですけども、えっ、ー、と、これに関して言うと小説は必ずしも当たらないかな。 割と小説っていうのは非常にそのかかるコストが少ないのでプラ,イプライベート個人的な体験がメインになることっていうのが多いです、うんえー、ただまあやはり繰り返しになりますけども自分の好きな作家を見つけてその人の作品をその時系列で全部読んでみるそしてその好きな作家がこう えー、青春時代にどんな、うん、あ、そうだね。この後だね。まあ、時系列で読んでみて結構大事です。で、幸い、えー、小説に関して言うとえ、今の新刊、今出たばっかりの新刊っていうのは、なかなかあの、 もう図書館で読みづらいし、まあ図書館で読む種類のものでもないし、出た新刊は書店で買いましょう。ただあその、その作家のバックナンバーという言い方をするとおかしいんだけど、過去に書いた作品っていうのは図書館という非常にありがたいものがあります。で、図書館に行くと、その,、まあ、その作家の過去の作品っていうのはその、今だとウィキペディアもあるし、その著者の ホームページもあるので、過去にどんな作品を書いたかっていうのが、まあ、一目でわかるようになってます。で、そのリストを持って近所の図書館に行き、で、えー、この図書館に行って、で、図書館に置いていなくても、その、過去に読んだじゃあ、その図書館のそのリストに、この本とこの本をちょっと取り寄せたいんですけど、言えば、 小説の場合だと翌日からだいたい1週間ぐらいの間に取り寄せてくれます。だからそれをずっと一通り読んでみるってこと、これ大事です。うん、そういうこと、まあ可能なのでね。で、デビュー前はなかなかその読書に対して、その、デビュー前の読書って全て持ち出しなので、だから、ね、の、図書館利用してください。で、<laughs> で、 ータばっかりの新刊を飛びついて読むのはそれは図書館の仕事ではなくてそれは新刊書店の仕事です。えー、図書館というのはいろんな種類の作品を1冊ずつ、うん、置いて長く置くというものなのでえー、だから新しい作品を何ヶ月も待つよりもそれよりも 昔出て、今はなかなか書店の店頭で手に入らない本を読む。そのためにもの,のものなので、ね、リストを持って図書館をに行って、で図書館を使い倒してください。んんで、その好きな作家の作品を読んで読んで読みまくるっていうことが、まあ、重要かなっていうことはあります。えっ、ー、と、えー、と、 それからあともう一つ、これはいいなと思ったのは、えー、一緒に仕事をする映画監督の作品を、ああ、ここはいらないね、えーっと、その映画監督が青春時代にはどんな作品に影響を受けたのか、その作品を見ておくことも俳優としては重要です。えー、映画監督になる人は必ず学生時代など若い頃に映画館で見た映画に触発されています。 えー、当然、監督の年齢によって影響を受けた映画は違いますが、日本が、っていう、まあ、ここら辺は、<laughs> はあ、ず,ず,ずずずずっと来て、今後作りたい作品のどこかに必ず反映されていく時代です。っていう、<laughs> まあ、これはあの、 監督というチームワークをやる人に向けた話ですけども、その映画監督が青春時代にどんな作品に影響を受けたのか、その作品を見ておく。これもやはりそのまま小説に使える話で、<laughs> 本当に簡単が絡むよね。やだよね。じじいって。その作家が青春時代にどんな、青春時代、まあ、 そうだね。青春時代にどんな作品に影響を受けたのか、その作品を読んでおくことって大切だよねっていうことです。つまり、その作家さんがどんな作品を読んで、まあ、作品というのはこれは小説に限らないですけれども、映画だとか、どんな青春時代を送ってきたのかっていうことを読むことによって、その小説はどういうふうに影響されてきたのかっていう、 こと。つまり、若い頃に、えー、読んだ作品。結構大きいんだよ。20代に読んだ、あの、小説がずっと、40代、50代になってもずっとそれをなかなか大引っ張ってるってことは、まあ、よくあることです。ええー、なので、やはり、その、<laughs> その作家がどんな、 どんな小説を影響を受けたか、どういう青春時代を送ってきたのか、ということっていうのは、えー、これはね、今はすごく楽になりました。昔はこの図書館に行ってずっと調べなきゃいけないとか、雑誌だとかみんな読んで調べなきゃいけないかったんですけど、今だとその好きな作家の、誰誰って書いて、あとインタビューって一言をこう、 スペース入れてインタビューって検索かけると、その過去のインタビュー記事とか次々出てくると思います。で、そういうインタビューなどを見読んで、インタビューだとか、あと、もうその作家のエッセイだとかね、えー、えざ、ー、っと片っ端からあー読んでいって、つまりこの人ってどんな作品に影響を受けたんだろう、何に夢中になっていたんだろうっていうこと、何もしないで あの、時代を作る作家になることっていうのはないので、えー、<laughs> そういうことを見ながら、この、読み返していくっていうことが大事です。ざっとまとめると、つまり自分の作家を見つける。そして、その好きな作家のお過去の作品をお順によって読んでみる。そして、その好きな作家が、 その、どんな作品から影響を受けたのかっていうのをチェックして、それを読んでみるっていう、まあ、そういうことが重要かなっていうことです。で、ここで大事なのは、好きな作家だとか、好きな作品があるということがまず前提になるので、なので、まず、<coughs> 当たり前ですけども、やっぱり小説を読んでないと小説を書くことはできないよっていうことは、これはも鉄則中の鉄則です。もうたくさん読んで、たくさん書き、たくさん落ちるっていう。まあ、それは、まあ、あの、こう、それは避けて取れないもんだと思ってください。で、それ以外のものはとにかく抜けるところは手を抜こう。おあの、要は、 こう、たくさん読んで、たくさん書いて、たくさん落ちるっていうところは、そこは手を抜けないので、で、そこに手を抜かないために、えー、他のところきっちあの、手抜いとこうねっていうだけで、きっちりやっとこうと一生懸命やるところは、あの、間違いないようにすることは大事だけどね、っていうことです。おなんかこう、元値段があると結構スラスラ進む。まあ、聞いてる側はスラスラじゃないだろうと思うけどね。これは僕が自分の、その、 考えをまとめるための、自分の考えをまとめるための、その、ポッドキャストだからね。ええー、まあ、もう一度言っとこう。三谷和夫さんの著俳優の教科書。これ、ええー、おすすめなので、えっと、概要欄にリンクを貼っておきます。えこの番組では、 皆様からのお便りご質問を募集しています。マシュマロという特命ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝清賞、オール読み物新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。 受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションにサウンドクラウドアッ Apple Podcast、Google Podcast、Spotify などの Podcast プラットフォームでも配信しています。というところで、鈴木貴一郎作家、兄貴そんなところで、ではではでは、失礼します。